ほど。お、火見やすくなってる。はい、今週も始まりましたグリコの部屋です。先週、そのね、自分寝過ごしました、ごめんなさい。ということで、今週頑張るんで、はい、やっていきましょう。ちょっとね、誰来るかわかんないんだけど、多分まあ、徹子の部屋じゃないけども、こういう感じでいろいろな部屋になってるけど、まあ、そのうち誰か俺の部屋に訪問しに来るんじゃないかなと思うんで、はい、じゃあ、タイトルコールの方いきますね。いきます、せーの、グリコの部屋、イエイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。オープニング変わってるね、初めて見た。おお、すごい。しながらね、ライトもついてて、ちょっとね、眩しい。はい、やってきます。一人で、とりあえず飲み物作っていいですか。作ります。一人しんどいよ。なんか一人放送するところもあるところはあるんでしょうけどね、ちゃんと企画とかね考えてないからしんどいな。ぼーっとしちゃう。あぶあ、ごめんなさい。すごいドタキャンやら来る、いきなり来るやらで、すみません、ユーマさんとショウさんが来る予定です。はい、まあが普通にやっていこう。フリートークということで、あ、いただきまーす、イエーイ。はい、あー、一息ついた。さあやろ、へぇーって言って、わーいって言った。ジョガンは向かってるけど間に合わないっぽいかも。10今日テンション低くない？一人だもん。家だよ、家モード、家モード。だからもう、だからうちにテレビつけんならもうこんな感じ。ゲームしながら、こんな、ぼーっとして、こんな感じ。口半開きにして、あとアニメ見るときも同じ感じ。もう基本、俺の基本形態。営業終わって、終礼やって、はい、お疲れ様でしたっつってすぐ帰るっていうね、俺のやり方です。祈りは、あ、そう、祈り、8月21で21歳になるんだよね。うん、おめでとう。祈りはハーフじゃないよ、おめでとう。ゲーム放送したい。で、今までね、ちょっと今の今までなんか、なんだっけ、ゲームの実況見てて、ホラーゲームの実況みんな超好きで、そう、自分でもやるんだけど、ちょっと人がビビってんの見るのすごい好きで、俺も一緒にビビっちゃうんだけど。はい、なんだろう、この独り言言ってる感すげえ。非常にナンバー3ですね。はい、残念でした、本当にすごいね。あ、そう、アキさんがねナンバー1になって、すごい、すごいです、おめでとうございます。いないですけど、はい、ということで招集力、あ、ミゲル君似てるって言われるね。コメント全部拾っちゃえ。おすすめの映画は、あ、ルロケン見たけどすごい面白かった。なんかまあアニメのとか漫画のルローニケンシンの別物で見てすごい楽しめるんじゃないかなって思います。はい、ルロケンおすすめです。
それでいいのはナンバー3ですね。はい、そうです。もうやめて。ナイトチューブのタモリ的なキャラ。タモリ、タモリ違くない何タモリ。よりん絵描いて。あ、いいよ、よいしょ。なこれ、何の絵描けばいい。なった。よっこいしょ。何の絵描こうかな。やっぱラストン、あ、ラストン昨日ね、あのね、キスマイブサイクのね、なんだっけ、あれ、あれなんだっけ、なんだっけ、あれあれだよ、これだよ、これ、これ歌ったよ、昨日俺これ歌った、はい。下ネタでお願いします。はい、やっぱりニコ生効果で人気出たの。まあニコ生で来たっていう初回はいるけど、指名は一人二人いるぐらいかな。ドラえもん描いて、ブサイク、誰がや、誰がブサイク。鏡の鏡で自分の顔見ろ。よし、あーすごい、ちょ待って、コメントめっちゃ走ってるけど見れないよ。ドラえもん描いてるもん。あ、なんか来た。ちょっと勝手に喋ってて。今俺ドラえもん描いてるから。しれっと来るな。しれっと登場。誰来たの、なんか声聞こえる。カスが。トゥースじゃない。ユーマー。来たー。タバコ、タバコを平然と出したけど、ここ吸え、吸えないからね。吸えないし。禁煙でーす。よいしょ。ユーマー。誰？ユーマー。ユーマー、ユーマーだよ。いちごおる、超おいしい。おいしい？うん。ちょっと頑張って。自己紹介してて。自己紹介、今さら自己紹介やばくないか。いるいるいる。どうも、七海翔です。どうも、かけはゆーまです。てかユーマ苗字あったんだね。ユーマ、ユーマ苗字ありました。風早ってあれでしょ、あの君に届けの風早くん、超イケメンじゃないですか今。アオハライドやってるよね、少女漫画で言ったら。わかんないっす全然わかんないっすキスマイ、キスマイ、キスマイ。初回来たい、初回おいで。ユーマ先週頑張ったね。いや、はい、見ててくれ、本当にうまっ。はい、絵心あるね、これクソうまい。はい、何もなんねえよドラえもん描いても何もなんねえじゃねえかおい、何なんだよ本当に。超うまい、上手すぎるじゃないかい。何だっけ、ユーマー、まあいろいろ来てるね。キスマイ、キスマイってなんだよいねえよキスマイはい、花の、花のせい、何これ。いちごおり超うめえ、うまい。はい、つまんね、お、つまんね、帰ってください。はい、帰ってください。みんな帰りましょう。はい、お疲れ様です。エンジェルってなんだよ。エンジェル、エンジェル、キャーホストだから、エンジェルねとか言ったら半端ない、このコメント。あかんやつ、うまい、うまい、うまいね、ほんとみんな金持って集合だよ。いや、それだから違うネタだからやめてよほんまや。どっかの、どっかの某、某と、なんかユーマやってよなんかユーマ、あれだよ。ユーマなんすか。ん、ユーマなんか、なんかコメント拾って適当にやってよ。お、ショーいやいやいや、大丈夫ですか、何なんすか。服脱げ服脱げだって、え、脱いでいいの。え、脱いでいいならこれユーマ全部脱いじゃうよ。脱ぐってユーマが。ちょっと待っててください。みんなグリッターを選んだ理由はっつって。選んだ理由なんだろう。みんなグリッター選んだ理由なんやろうな。俺もともと友達がやってたから、それのあれかな。俺なんやろう。でも他がわかんないから俺気になるっていうのはあるけど、でもグリッターはやっぱいいなってやっぱ思うね、長い。
グリッター選んだ理由か。適当じゃん。のノリじゃん。その時のその時の気分に合ったお店がたまたまグリッターだとかグリッター入ったら超良かったって。お前ふざけんなよ。適当さ。そんな適当にやっていいわけじゃねえから。そしたら超良かったっていうこの。何はかない。何何。初レイプの思い出は言うな。初レイプ。いや俺ねあのほんまにさ。女の子の嫌がってる顔とか超好きなの。あのダメよダメダメじゃなくてさ、あのガチの嫌だ、ガチの嫌だ好きなんだけど俺同意の上での嫌だが好きだからレイプ大っ嫌いなの俺。まあどうでもいいけど。あそうどうでもいい。超ハット似合ってるって俺なんだけど、ハットかぶってんの祈りだよ、ハットマジか。仕事中ハットフリーターの平均年齢は結構割と低いかな。グリッターの平均23の 23. 点なんとかじゃない。まあそんなね、多分平均だと、うん、だいたい番組進めて、はーい進めまーす何やろうかな、うん、なんかなんかそのでもやっぱなんか俺考えてたのはそのレギュラー対抗戦みたいにやろうと思ったけど、うん、はいはいはい、俺一人しかいないからちょっと俺一人で二人相手するのは無理だな。一体に会いたいね、ちょっとね、不公平だからね。翔さんが代表して何やってんだよ、ほんとに。先週の放送ごめんなさい。いや、ほんとに、あれはほんまもう俺勘弁するわ、ほんまに。くそつまんない放送になりましたからね。なんかすごい。もうほんとに、だって下から2番目が2人でグリコを仕切るっていう、このどうしようもない。どうだった？俺見てないんだよね。いや、もうアップされてました、見た方がいいですよ、ほんとに。グダグダすぎて、もうしんどかったっす。え、じゃあ今見ていい？今はやばい、今はリプレイみたいな。今日の放送は過去放送リプレイで。男の子ってどうして首にキスするの好きなん？なんでだろう。埼玉県首にキス大好きくんからの投稿です。ちょっと適当だった。ゆうまくんが答えるとちょっと下水感じになるけど。じゃあゆうまくんに質問です。はい、男の子ってどうして首にキスするのが好きなん？いやあのね、多分正常位でやってるとこう分かる、覆いかぶさるじゃんこうやって。多分ね首がちょうどいい位置にあるのよ。だから必然的に口が寂しいからチューするみたいな。どうでもいいね。いやいやプレイ中じゃない。いやどうでもいい。いやいやプレイ中じゃない。俺超滑ってんやん。まあ俺別に好きじゃないからどうでもいいんだけど。これ普段のこと普段首にチューしなくないですか？首は、うん、俺鼻にチューするのが好きなの。チューって鼻、うん、鼻。あ、京都だったんだね。ごめんごめん。ゆまぐい。埼玉県じゃないと。ゆまぐい。適当に。ゆまぐい。ゆま1号令ぐい。誰も普通に飲み物の酒飲んでないっていう。誰も酒飲んでない。1号令超美味しい。まあ夕方だしお酒飲まない。最近グリコ飲んでる人少ないよね。でも翔さん飲んでもいいっすよ。あ、僕今大丈夫です。いちごオレハイとか飲もうかな俺。祈り今日何回オナニーした？アイドルだからしないんだよねそういうの。だから俺よいしょ。うんちとかもさ、お尻からいちご出てくるから。そうそう、みんなと違うんだよね。俺コンペイト出てくるよ。コンペイト出てきますよね。そうそう。干しぶどうかもしれない。干しぶどうはなんか気持ち悪い。今日お店開いてるよ。やってるよ、はい、早い。鼻とかって何？何の話？ん？あ、鼻。鼻に注意ってこと？ああ、はいはいはい。古いネタ、あざとい。あざといよ。あざとさでしか生きてないからね。いちごなら OK。 いちごだよ。え、ゆうま、それもしかして俺のうんち？汚なぁ。うわ、飲み干しとるやん。うわ、飲み干しとるやん。うわ、いのりさんのうんち美味しい。最悪、なんか複雑な気持ちだわ今。最低。うんち美味しい。うんち美味しい。うんち美味しい。やばいわ。果汁 1% スタトロ好きな方だった。うわ、スタトロダメだわ。おはようございます。みんな待ってたと思う人来たよ。お誰が来たの今日？から今日あれでしょ。もしかしてグリレンジャー意識したいでしょ。おグリレンジャー、ね、レッド完全に。俺だってグリレンジャー意識してるもん。シルバー的な。あ、グリシルバー、グレー的な。グリーンじゃねえって。シルバーグリーンじゃねえ。グリーンとか嫌だっつったじゃん。
ゆまなんだっけ、ピンク、お色気担当だよね。ゆまピンク、今日ピンクじゃないですか。お色気担当だよ、ね、今日ピンク。翔さん何でしたっけ。俺何だったっけ。翔さん藤色とかですか。藤色紫とか。あ、CM だ、早い。わお。じゃあね、一回 CM 行ってもいいですかね。じゃあせーので CM ドンでいきます。せーの、ドン、 CM ドン。He's called Ken Kurosaki. It's difficult to describe him in words. He's like urban person, like travelers. The job is not reassuring yet. We can earn lifetimes worth some money in only one. はい、グリーレンジャー揃っちゃったね。揃っちゃったね、これね。あれ誰だっけ、あと一人誰かいたよね、グリーレンジャー。京香さん。あれ、祈り元気にしてる、ちゃんと食べてる、バイ母。出た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 。俺も来た。夏聞いてた。もういいよそれ、飽きたよ、ごめんな。次父とかにしてくれたらさ、ちょっとさ、ああ行こうってしたけど。行く。母はもうだって、俺の時もなんかユウマじゃなくて、しかも名前間違えられて、はい、はい、ナンバーワンのナンバーワン、ミューナンバーワン、グリレンジャー、グリレンジャーレッドです。レッドのアキさんです。イエーイイエーイ、はい、テンションいくね。静か。今日のコーデ見せてっていう質問とかあったけど、どうする。今日のコーデどれが一番いいかとか投票する。あ、それやばいやります。俺ちょっとやばい。あ、じゃあ、あ、ちょうどアッキー来て、こっち来て、ここずるいでしょ、ずるいでしょ。なんかそのもう違う、対抗戦。何レギュラー対、あー、あ、今日のコーデで勝負。あ、どう、これ絶対俺ら負けるやん。投票で俺ら絶対負けるやん、これあかんやつ。イエーイ、始まり始まり。今週、今回の、初対決、レギュラー対抗戦はファッション対決となりました。イエーイ、よいしょー。いやさすがだね、祈りも勝つでしょ。企画の神だね、ほんとに神だね。はい、じゃあどうします、誰からやります。これいただいていいですか。なんか誰か見たい、誰が見たいのとかある、なんかあります。あ、コメントくれればね。はい、企画、まあね、それで後でアンケート募るんで。パチ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 、はい。いや、パチパチじゃなくてさ。誰から見たいとかあります。あ、どっちから、どっちから、右からとか。あ、じゃあ端でじゃんけんします。あ、端じゃんけんで、端入る。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ最初に翔さんから、あの今日のファッションのあれで投票で、だから1位が4ポイント、2位が3ポイント。1位5ポイントにします。あ、1位5ポイント、うん、2位3、2位3ポイント、3位が2ポイント、2ポイント、2ポイント、4位1ポイント。お、よし。で、その総合得点。これ、それ1位取った段階で1位優勝する。優勝じゃねえもん。優勝じゃねえもん。おい、適当なことすんなよ。だから違う違う。2位と3位を取れたら、勝てるように。4位は0ポイントにして、はいはいはい。4320でいいんじゃないですか。4320だと勝てるんですかね。でもアンケートだったらパーセンテージで。ああ、そうですね。あ、パーセンテージのプラスでじゃあやりましょうか。それがいい。あ、ありがとうございます。じゃあそれでいきましょう。じゃあ翔さんから。翔さんから、はい。まあ、くるくると1回転回って立って回りたくねー、回りたくねー。くるってしょうがない、しょうがない。
やマジで、はい、こんな感じで結構フォーマルな、やだ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 、シンプルにフォーマルな感じに、めっちゃやいいっすね、今時のホストな感じですね。じゃあ次はじゃあユーマ、ユーマ、はい、次僕ね、完全ずるいでしょ、ちょっと待って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 、何がずるいんですか俺もう急いでしょうがない、ツルリンパと、はい、なんかやっぱあれだね、そっちは結構フォーマルな、フォーマルな、フォーマルな、カジュアル系な、はい、マジか、じゃあアキ様、アキ様、アキ様、今回じゃあ顔はこうやって隠してもいいから、アキ様は結構ね、はい、今回赤を取り入れて、赤、赤だ、ね、レンジャーなんで、そうだね、でもあの急いでたからね、あの適当っていうことで、あの、はい、はい、赤を取り入れたファッションでーす、はい、でね、小物使いも聞かせてるということで、ずるいずるい俺だけ、ね、ずるいはい、じゃあ俺でね、はい、もうもうあれですよ、テーマ大学生なんで、わーあーわあわーぽいね、はい、ね、結構一般人に溶け込むような学校でやらせてもらってます、はい、最近の感じいや、そんなことないですけど、はい、見えました、みんな、はいはい、見えましたか、じゃあじゃあ、投票が始まるんで、これ怖いね、まあ、正直ね、みんななんか大体予想つきますけど、うん、今回 俺ら全員手抜いてる感はすごかったんで、ね、今始まったばっかだったんで気合い入れてないって、そう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 、まあまあまあいいんじゃないですか、まあ、こういう感じでね、で俺ら負けたら来週渡すの来週放送分渡すんですかねって言っても結局結構レギュラーサボるやん、サボるっていうか、休むわ、遅刻するわ、やる気足りねえんじゃねえのかって最近怒られちゃうからね、だからあの、まあなるべく出るようにしてね、アピールタイマーやらせんぞと、これは俺の番組だと、いやでもあのファン的にね、ファンの多さ的に 100% いいのが間違いない、そんなことないでしょ、その次に多分有利な、そういうこと言うのやめようよ、真ん中二人の人がホストっぽい、あ、真ん中二人、お、そうだね、あ、はいはいはい、ホストっぽいですね、ザ・ホスト言われてみれば結構俺と翔さん確かにカジュアルどこ行っても、ね、うん、確かに溶け込めるね、溶け込めるんじゃないかな、まあ、いや、いい意味、いい意味でそうですけど、悪い意味で特徴がないっていう、まあね、まあね、二人して色合いが悪い、差し色がないですね、俺らは、はい、ということでアンケート行こう、アンケート行きましょうか、すごい、ね、近い、うますぎでしょ、いやそんなしてないですよ結構ボケっとしてたよね最初ね、うん、はい、誰のファッションが好きか、はい、スカイ、アキ、ショウ、ユーマ、お願いします、ダントツ井上が勝ちそうな気がする、なんか感想かな、なんでですか、ショウの手はファッションだからね、まあちょっとこれそんな俺そんなあざとくないですよ、まあ、2位はね俺であってほしいねあ、でもそうやって用意とされて結局俺なんか微妙な順位とかだったらすごい嫌だからやめましょう、次のビリだったら面白いんだけどそれ面白いそれは逆に面白 いやでもね、ちょっとちゃんと公平を期してねやってほしいね、まあみたいな感じだから、そっちが出るそっち側がさ、ちょっとさ、ファッションじゃなくてもなんか対決、はい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 、投票できる対決方式とか考えてきてくれたらそうだね、赤い人元気出してうるさいわお、はい、結果出た、3位から、そうですね、3位から、3位はデレレレレレレってデデン、ユーマさん3位でした、これが3位だ、いやこれ怖いね、いやこれは怖い、はい、2位、はい、おなにこれ、玉森みたいな玉森みたいな、この感じ、これリリやん、お、45.5、イエーイ、さすがナンバーワン、ナンバーワンだね、おい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 ということで、翔さん、服から行きましょう。最後までだからもう。レギュラー勢の勝ちです。さすがですわ。ちょっと、もっと勝てるような。そうだね。そうだね、勝てるような。なんかあるかな。なんかファッションじゃ勝てねえよみたいな言い方。いや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 。まあ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 。そうだね。なんだろう、なんだったらいいんだろうな。やっ
なんかないユーマ。何があるんですかね。俺らで勝てそうなの何あります。なんかあるかな。勝てそうなの。エロさ、エロさとかはどうなるか。どうやって決めんねん。エロさないかんな。エロさ、エロさも投票で全部できますよね、投票で。やばいね、いやそれちょっとアイドルだからちょっときついかもしれない、うん、ちょっと事務所から NG 出ちゃってる。下ネタ系。え、ちょっと待って、エロそうなのは祈りのあれだ。ごめんなさい、はいはい、タグでも結構ぶっかましますね、そういうネタは。ごめんなさい。いや、ほんまあの全然、全然何が事務所やねん。事務所どこ。はい、罰ゲーム、罰ゲームやる。あ、そうか、罰ゲームやる。そうだね、罰ゲームどうしようか。罰ゲーム何しますか。じゃあ、あのエコー付きで、いい声でめちゃくちゃかっこよくない一言言って。かっこよくない一言。あ、だからもうかっこよくない。エコー聞かせない、エコー聞かせて、例えばいい声でこけしとか。いや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 、なるほどね。そうそうそう、逆線、逆線。もう一回始めして。だからエコー聞かせて、エコー聞かせて、いい声でこけしとか。そう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 。エロくない言葉。エロくない、エロい、なんつうの、なんつうの、なんていうのかな、かっこよくはない言葉、うん、なんかだから面白いチョイスをしてっていう、うん、そう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 、はい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 、なんか俺罰ゲームしちゃったけどどうする。まさかのこけし2回言うと思わなかった俺。っていう感じで、あ、聞かせられます。あ、じゃあそうだったら行きましょう。リバーブ聞かせてもらって。何があるかな。 何言えばいいの。え、違うよ、罰ゲームだ、俺らやんなくていいから。ああ、そっかそっかそっか。なのに説明させるの。全然意味わかんない。あ、じゃあ翔さんが来たんで、翔さんからなんか、これもう言っていい感じなの。いい声で、リクエストあるんで、あ、たわしとか、はい、あ、はいはい、リクエストって、めっちゃいい声聞かせてください、自分の中の一番でいい声。カメラ目線で、カメラ目線で、あ、女落とすぐらいまでやってください。いけますか。じゃあ、いきますよ、3、3、2、2、1、1、もやし。これやばいわ、これやばいわ。あ、事故事故事故。これ事故、事故事故。グイグイ、あ、グイグイすごいね。いちごグイグイしてほしい。じゃあ、いちごもない。じゃあ、ゆうまちゃん、ゆうまちゃん、ゆうまちゃん、そろそろゆうまちゃん行ってよ。いや、なんかないの。決まった決まった。お、いや、いいんだいいんだよ。いいの、あれいいの。オリジナルでもいい、そっから選んでもいいんじゃない。ここにあんじゃん。うん、あ、30秒前なんで、ゆうまさん、はい、さ、一発、じゃあ、いきますか。3、3、2、2、1、1、チュロス。え、声聞こえないの。もう一回、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 3、3、2、2、1、1、チュロス。これ本当事故やね、事故。これやばいでしょ。はい、ということでね、もう30秒前ぐらいなんで、あ、もう10秒前なんで、はい、みたいな感じで、まあ、来週もやりましょうか。やろうね、来週も。グリコの部屋でした。バイバイ。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、ガラクタに紛れ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。